はい、よろしくお願いします。本日は中学受験理科生物編の標本調査を解説していきます。問題設問は以下のようになっています。解きたい人は一指令をしてください。はい、では早速問いの1番考えていきましょう。ポイントはですね、サンプル、標本の調査というものはですね、平均だという考え方になります。で、例えばですね、1万人の中に、何人日本人がいるかっていうのを数えたいときに、1万人全員調べていたら大変ですよね。なんで試しにですね、その10分の1である1000人っていうのを取ってきて、その中に何人日本人がいるかっていうのを考えてあげればいいわけです。で、そうするとですね、例えば1000人中100人が日本人なのであれば、これ全体の1000分の100人が日本人なんであれば、全体もですね、1000分の100の割合で、つまり10分の1の割合で日本人がいるんだろうということで、全体が1万人いたとしても、日本人はその10分の1の1000人ぐらいかなっていうのの予想が立てられるわけですね。必ず正確なわけじゃないんですけれども、大体の数字が当たる、こんなイメージになります。で、問いの1番ですね。全体は今回ね、何匹か分かんないので X 匹としてあげますけれども、その中から100匹に印をつけたってことは、これって全体が X 匹なんですから、 X 匹中100匹に、印をつけたっていうことは、これが、印がついている割合ということになりますよね。X 匹中100匹です。で、これ間違えてですね、100匹中 X 匹にしないように、分数の順番をですね、めちゃくちゃ気をつけてください。 X 分の100になります。で、その後ですね、100匹取り出したら12匹に印がついていましたと。ってことは、これがですね、最初の X 分の100っていう割合と同じにならないといけませんよね。だって全体分の100匹っていうのを取って印をつけたわけですから、その後にもう一回100匹を取り出しても、それと同じ割合で、入っていないといけないわけなので、100分の12っていうのが、全体分の100っていうのと同じ数字になるはずですと。で、これで全体を求めるためにこの式を解いていけばいいわけですね。で、この式ですね、意外と解きなさいって言ったらですね、苦労する人がいるのかもしれません。ちょっとね、分数斜めの、スラッシュで入れてるので分かりづらいんですけれども、これ全体分の100イコール100分の12っていう分数だと思って解いてみてください。で、これ分数イコール分数の場合でですね、で、求めたいものが分母の方に入っている場合って皆さんどうしてますか？僕はですね、分数イコール分数の場合っていうのは、上下をですね、ひっくり返してしまっても関係性が変わらないので、先にですね、上下をひっくり返してしまいますと。で、これですね、ちょっと算数の話題になってしまいますので、分数苦手な人は算数の問題集とかで一回復習をしてから解いてみてください。なので、分数イコール分数の場合は、分母と分子を入れ替えてしまってもイコールは成り立ったままです。なので、100分の全体イコール12分の100っていう風になりますよね。ということで、全体を解きたければですね、全体を100で割ったものが12分の100なんであるから、全体っていうのは12分の100に100を掛け算してあげればいいですよね、という形になります。で、これを解いてあげると、全体は 833.3333 と続きますので、整数で答えなさいということから 0.3 以下四捨五入してあげて833匹ということがわかります。はい、続いて問いの2番です。こっちの方がね、ちょっとやりやすいかもしれないです。64区画の中から任意の、何でもいいので8区画っていうのを適当に調べてみたら、以下の数字の引数が見つかりましたよと。で、8区画でこんな数字出てこられちゃったらですね、何をしたいかというと、多分平均取りたくなりますよね。なので、1区画あたりの平均を出してみようと考えるはずです。足して8で割るっていう感じですよね。で、全部足して、8で割ってみるとですね、37.5 匹になります。で、これがですね、全区画の平均であるはずっていう考え方を用いてあげるわけですね。1区画あたりの平均が 37.5 匹ですから、立てればいい式っていうのが、平均、37.5 ですね、が64区画あって、平方メートルで割るというイメージでございます。
はい、で式の立て方ですね、もうちょっと細かくやっておきますと、今出している 37.5 っていうのが8区画の、まあ、合計割る8をしているので1区画あたりの平均になります。で問題文ですね、64区画に分けているので、この区画をですね64倍してあげると、この2400匹っていうのが、まあ、全区画にいる、まあ、全匹ですよね、2400匹ここの区画には全部でいるという計算になります。で最後4という数字が出てきたと思うんですけれども、これがですね問題の最初に書いてある 1.2m の正方形っていうことなんですよね。でこれが64区画に分かれているので、面積っていうのは4平方メートルっていうのが分かっていますと。でなので、問題で聞かれているのが1平方メートルあたりと聞かれているので、最後これを4で割ってあげればいいわけですね。なので、正解は600匹になります。はい、あんまり解き慣れない問題かと思うんですけれども、考え方分かっちゃえば簡単かなと、得点源にできる問題かなと思うので、ぜひ頑張ってみてください。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。